はい、こんにちは。本日はですね、両手、バックハンドで、左手の感覚がちょっとつかみにくいという方に対して、一つ、超ベーシックな練習法を、やってみたいと思います。両手の場合ですね、オーソドックスに左手上右手下でこう握るんですが、この時どうしても、特にフォア打った後のバックとか、どうしても右手がこう強くなってしまうと。フォア打った後のバックの時に右手が強くなってしまって、右手主導でこう打ってしまいやすいということが考えられます。そうすると、まず打点がちょっと前すぎてしまって、うまく押せないっていうことが考えられますし、ここの4つのこの体幹の部分ですね、ここと、腕が連動しないという可能性が結構考えられます。なので、下半身をすごくうまく使えるようになったら、打点は前にしていただいてももちろんいいんですが、完璧にまだ行ってない場合は、少し引き込んだ方がいいというのは僕の考えなので、左手でしっかり押し込んでいくというのが基本になるかなというふうに思います。で、その時の左手の、感覚のつかみ方ですね。すごいベーシックなんですけど、左手1本で打ってみると。左手1本でラケットをここに、普通のところに握っていただいて、これでこう打ってみると。左手1本で打ってみると。こういう練習をされるといいと思います。これは何の練習かっていうと、打点を引き込んで打つっていう練習と、左手でグリップをしっかりこう押していくっていう練習ですね。ここが前すぎるとやっぱり打てない。前すぎるとやっぱり打てませんので、引き込んでいって、感覚的にはグリップを手のひらでずっとこう押していく感覚をつかむというために、おすすめできる、すごいベーシックで、聞いたことあるとは思うんですが、すごいベーシックで、意外と役に立つ練習法かなと思います。で、この時にチェックポイントとしては、どうしてもしっかり打とうとか、強く打とうとか、深く打とうと、左手1本でやりたくなるんですが、それは非常に危ないです。グネグネってなって、ここ4つと関係なく、打ってしまうということが考えられるので、飛ばさなくていいし、ミスってもいいんですが、引き込んで左手でずっと手のひらをこう押していく感覚を、身につけるということを目的にこの練習をしてみてください。これうまく全然いかなくても大丈夫なんで、打点を引き込んで、ここの感覚つかめれば全然問題ないです。で、あとは左手グー、右手パーぐらいにしていただいて、一回動画でちょっとやりましたが、パーぐらいにして、まずはこう打ってみると。で、それが良くなってきたら、右手もちょっと添えるぐらいにして、で、やっていただくと。で、バックが試合中おかしくなったりとかした後、特にフォア打った後のバックとかは、どうしても右手でフォアバーンって打った後、左手行く時に右手でこうやりやすいので、そうなった時に一回チェックする。左手でちゃんと握ってる、手のひらでしっかりグリップを押してるかと、いうところを、感覚的に練習するといいと思います。素振りでも試合中とかはいいと思いますので、やってみていただくと面白いと思います。本日は以上です。ありがとうございます。